高野茂吉氏1月2日から1957年3月31日は、日本の剣道家。流派は中西派一刀流。称号は大日本武徳会剣道藩士。旧姓は千草。旧三戸藩の北進一刀流四南役、千草工後、老重春の次男として、茨城県三戸に生まれる。小学校の仲間に、内藤隆二のおいで後に、横綱力士となる。 日立山谷上門がいた。重吉は、力が強く、相撲部屋への入門を進められたこともあったという。14歳で父を亡くし、旧行動館剣術家教授、小沢虎吉の道場、東武館で剣術を学ぶ。1895年、高野タスクサブ三郎の道場、浦和秋信館に入門。1900年、高野タスクサブ三郎の養子となる。 1914年、南満州鉄道株式会社の招聘を受け、終戦まで、同社の剣道師範を務める。1929年、五対0記念天覧武道大会指定選手の部に、出場。初日に足を負傷する。翌日は傷を押して出場し、決勝戦まで勝ち進んだが、持ち出せにに敗れ、惜しくも、準優勝に終わった。1934年、 皇太子殿下御誕生報祝展覧武道大会の審判員並びに特選試合に出場し、中山博道との試合を披露した。太平洋戦争終戦後、満州から帰国。郷里水戸で余生を送った。長男の刑事は40歳で、地スにより死去。次男の孫次郎は、東京高等師範学校で剣道と、陸上競技の選手として活躍し、 卒業後は教職を務め、剣道藩士に進んだ。ありがとうございます。